皆さんこんにちは、エムズスキーサロンの吉田正弘です。今回はですね、細いスキーでパウダーを滑る時のコツについてお話ししていきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。この日はですね、12月29日のキロロリゾートの模様なんですけれども、非常にですね混んでましたね。皆さんパウダーを待ってたんじゃないかなというところなんですけれども、今ご覧いただいているのが、その日のですねパウダーの模様ですね。で、このシチュエーションをですね、この時滑っていたスキーと全く同じもので、滑ってみたので、その時のですね、コツ、なかなかこうファットスキーとかってこう買う機会も少ないと思いますので、ご予算もあると思いますので、普段履いているスキーで、パウダーを滑る時に、どんなところを気をつけたらいいのかという点について解説していきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、とにかくすごいですよね。シーズン初めはですね、雪不足もこう心配された今季でしたけれども、12月29日、年末に合わせてですね、ドカッとこう雪が降って、どこのスキー場もね、もしかしたら良かったかもしれないんですけれども、僕はこの日キロロリゾートにいたので、パウダーを満喫していたところなんですけれども、ご覧いただいている通りですね、スキーがこう浮き沈みしていますよね。本来こうファットスキーを履いていればこう浮く動作というのはですね、容易なんですけれども、今回は細いスキーの中でこの浮き沈みをですね、どのようにこう出していきながら、快適にこうパウダーをですね、こう楽しめるのかという点についてちょっとこう細かく解説していきたいと思います。まずですね、こうパウダーを滑ってる時というのは、浮力が非常にこう大事ですね。上にこう上がりたいんですけれども、どうしてもですね、こう上に引き上げたいという気持ちが、先行してしまうとですね、思うようにいかないんですね。結構こう筋肉が疲れちゃったりとか、こう疲労が溜まるんですね。ただこう引き上げればいいっていう問題じゃなくてですね、そこにはやっぱりこうコツがあるというところで、今ご覧いただいているのがですね、ちょうどこうパウダーの中に、埋もれているというんですか、しっかりこうパウダーに入っていってるところだと思うんですけども、この瞬間が非常に大事ですね。この時にしっかりですね、こう体全体でですね、パウダーに対してこう、身を委ねるように、全体重をですねしっかりこう踏みながら、パウダーの中にしっかりこう潜り込むというところが大事ですね。ここで潜り込むから反発が生まれて、上にこう引き上げやすくなってくるわけなんですけれども、ここでぐーっと押し込んでいって上がってくると、こんな感じですね。非常にこうこの日はですね、深いパウダーでしたので、なかなか見にくいかもしれないですけれども、一瞬こうスキーがですね、こう浮いてきてるのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。しっかりこうパウダーの中に体が入ることなくですね、ここまでスキーを上げてくるというのは非常にこう難しいんですね。なのでパウダーに対してですね、視界がちょっとこう消えるような格好になるので、ちょっとこう怖さもあるかもしれないですけれども、しっかりこう体全体でですね、パウダーに一回こう沈み込む、もうちょっとこう普段滑っている整地だったりとかでは、考えられないぐらいですね、少しこう膝曲げたりしながら、かかとでですねしっかり押し込みながら、全体重をですねパウダーの中に一度こう預けてみるというのが非常にこう重要になってくるかなと思います。ここでドンと、足元見えないんでちょっとこう感覚的なお話になってしまって大変恐縮なんですけれども、この時ですね、足裏の感覚としては、主にこう、かかと寄りにですねしっかりこう体重が乗っていて、そこにこう全体重かけながらですね、両膝もですねある程度ちょっとこう曲がっていますね。伸びてる要素もあるんですけど、正地ほど伸びていないという感じですね。ちょっとこう曲げながら一緒にこうトランポリンにまさにこう沈み込むような感じで、ぐっとこう体重を預けていくと。で、預けた体重によって反発が生まれてまた浮いてくる、預けた体重で浮いてくるというのをこう繰り返すんですね。はい、この局面がそうですね。で、体重をこう預けると思ってるこう反発が出てくるんですけれども、その時にですね、上にこう上がった時に、これは整地も一緒ですけれども、あんまりこうやっぱり体が後ろに伸び上がらないようにした方がいいですね。こうパウダーの中だと整地よりもちょっとこうかかと寄りに乗るとか、テールを使うとかっていう言い方をしますし、それ自体は合ってると思うんですけれども、そのままですね後ろに伸び上がってしまうと、結構膝を痛めたりとか、そういう原因にもなりやすいので、かかとでしっかり預けたら、ちょっとこう次のターン方向にですね、前方向に少しこう飛び上がりながらですね、トップをこう下げながら入っていくと、
そうですね、トップを下げながら入ることによってまたトップがこう浮き出てきやすくなるんですね。よくドルフィンターンとかって言ったりするんですけれども、テールで踏みつけて、トップが上がってきて、そのトップをまた抑え込みながら入っていくと、まあ、そういうようなですねリズムで滑っていただけると非常にいいんじゃないかなと思います。沈んで浮いて沈んで浮いて沈んで浮いてということですね。もちろんですねその辺の操作は、まあ、ファットスキー、いわゆるこう太いスキーを履けば簡単にできるんですけれども、まあ、皆さんのですねこう持っている用具の中でも、まあ、パウダーっていうのは非常にこう楽しめると思いますし、まあ、ご予算の都合とかでねなかなかやっぱりいろんなスキーご用意するっていうのは難しいと思いますので、まあ、今回はですね、日頃履いている細いスキーでどのようにこうパウダーを楽しむかというところで、まあ、シーズンですねこの後まだまだパウダーの機会あると思いますので、ぜひですね機会がある方は本日の動画を参考にしていただいてパウダーシーンも楽しんでいただけたらなと思います。ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。